よろししくお願いします鈴作ですすお願いいたしますでこれからするお話なんですけども先月末ぐらいにですねご来店していただけた、えー、京都から来た男性のお客様からいかいお話聞かせてもらったんですけどこの男性怪談、まあ、がかなりお好きな様子だったんで何か体験談とかありますかと尋ねたところいやこれ心霊話かどうかは分からないんです。 ただ自分の中では今でもものすごくトラウマなお話があるんですと言って聞かせてくれたんですけどもこの男性が小学校に入学する前この方こう家庭の都合上母方のご実家おじいちゃんおばあちゃんちで過ごしてるって言うんですよ。 2階建ての一軒家のおじいちゃんとおばあちゃんの家で、おじいちゃん、おばあちゃん、そして母親、当時5歳のこの男性、そして2つ下、3歳の弟と5人で暮らしてたっていうんですね。で、その日は、おじいちゃんとおばあちゃんが多分何かの予定があったので、自宅におらず、家にはお母さんと自分と、そして弟と3人でいたっていうんですよ。すると、母親から、あのさ、と声をかけられ、どうしたの尋ねると、一緒に。 誘われて「あっかくれんぼしたい」って答えると「じゃあお家の中でかくれんぼをしよう」で「お母さんと弟2人で隠れるからあなたが探して見つけて」声をかけられたので「うん分かった」その場で目を伏せて数十秒数えたって言うんですよ。でもういいかいと家の中に声をかけると家のどこかから「もういいよと」とお母さんの声が聞こえたんです。 なので、よし、探そう。ということで、まず2階から探しに行ったって言うんですよ。階段登ってって、自分たちの使ってる寝室の扉開ける。いないんですね。部屋の中のクローゼットを開ける。いない。この部屋にはいない。隣のおじいちゃん、おばあちゃんの部屋に行きまして。いない。押し入れん中、いない。2階はこれですべて探し終わった。階段降りてって、すぐにあるトイレを開けてみる。いない。玄関にもいない。リビング、いない。押し入れ、いない。 台所いないいいいいなななお風呂場いないいないんですってあれもう一回見ていこう。ということで、二階に上がっていきまして、自分たちの寝室、クローゼット、いない。隣のおじいちゃん、おばあちゃんの部屋、押し入れ、いない。階段降りてって、トイレ、いない。玄関、いない。リビング、いない。台所、いない。お風呂場、いないんですよ。当時、5歳ながらに、自分たちの住んでる家で、大人が隠れれそうなところ、全部探したんですよ。でも いないんですよあれおかしいなもう一度2階を探しに行こうということで階段1段2段登ったタイミングであそうだとお風呂場2階開けて確認したけどそういえば浴槽の湯船蓋,蓋閉まってたなってことをなんとなく脳内で思い出すんですよあん中に隠れてるのかもって思い,い階段を引き返してお風呂場まで戻ったって言うんですよでお風呂場のドア開けて中を見ると目の前の浴槽 湯船に蓋がしててあるって言うんですねやっぱりここに隠れてるんだと思いこの浴槽の蓋ガラガラって開けると水なみなみ入ってるって言うんですよ。あれいないなって思いながらもう一応と思ってこの浴槽の中ひょっと覗いてみるとこの水の入った浴槽の中にお母さん弟抱いたまま沈んでるんですって。それを真上から見下ろした形になってお母さん水面見上げながら泡ブクブク吹いてるんですよ。 それと目があって一瞬何が起きてるのか全くわからんんですけど、すぐ子供ながらに何してんのって言って、浴槽の中に手を突っ込んだら、これ真水なんですって。で、お母さんの体に触れたと思ったら、お母さん弟抱きながら、ザバンとあ起き上がってきて、自分の顔を見たまま、ああ、見つけたんだ。と言って、かくれんぼ終わったんですと。 そのまんまお母さんと弟、服を着替え出してて、着替え終わったタイミングでおじいちゃんとおばあちゃん帰ってきたんですと。その後、5人で一緒に夕飯を食べて、その後、一緒に眠って、翌日が来て、そのまんま日常を送ってって、今に至るんですと。あれ、いまだに何だったのか、母親に聞けずにいるんですと。でもしこれ、仮に母親が心中しようとしてたんだとしたら、 なぜ僕だけ置いて、探して見つけてって言ったのか、全くわからないんですと。これ、さらに、もし心中じゃなかったとして、僕、当時5歳で、一軒家を2周探し回ってるんですと。大人の心配機能で、母親の心配機能でも持つわけがないんですと。水中の中で。弟に関しては、絶対に持たないんです。なのに、2人とも未だに生きてるんです。 だとしたら、あのタイミングで母親と弟に何かが取り付いてんだとしたら、それから先生きてるのって、もしかしたら母親と弟じゃないのかもしれないんです。これが僕にとってトラウマなんですっていうお話を聞かせていただいて、これ、未だに心霊的なことなのか、それともそうじゃないのか、区別がつかないっていうお話、聞かせていただきました。以上、鈴作でした。どうもありがとうございました。